シュワルツシルトブラックホールは回転しておらず電荷を持たないブラックホールのモデルである。ブラックホールを特徴づける物理量としては質量、核運動量、電荷の3つしかない。これをブラックホールに毛が3本という。この中で質量のみ値を持ち核運動量と電荷が例のブラックホールがシュワルツシルトブラックホールである。カール・シュワルツシルトは 一般相対性理論の方程式を性的な多摩対象な真空中の重力場という条件で解いた。この特殊解をシュワルツシルト回と呼ぶ。シュワルツシルト回において重力源となっている質量 M の天体が半径2 g m c によりも内側の領域に集中して存在するなら、その半径よりも内側では脱出速度が高速度を超えてしまう。すなわち、 光でも脱出できない天体ブラックホールである。この半径をシュワルツシルト半径と言い、この半径の球面を自称の地平面という。シュワルツシルトブラックホールの中心は重力の得意点となっている。ブラックホールのモデルには他に質量と各運動量を持つが電荷を持たない。カーブラックホール、質量と電荷を持つが各運動量を持たない。 ライスナーのレドシュトルムブラックホール、質量も、核運動量も電化も持つカーニューマンブラックホールがある。ありがとうございます。